からサンダーワールで金沢に向かってます。京都です。京都には19時30分今ホテルに着きました。今日は金沢のトライアウトに来てます。昼ちょっと仕事して終わってから新幹線乗って、6時半ぐらいの、新幹線に乗って移動してきました。シングルでホテル予約してたんですけど、なぜかツインになってます。なんでかよくわかんないですけど、なんか広い部屋に通されちゃいました。明日、昼から、金沢のトライアウトあるんで、受けに行きたいと思います。まあ、もちろんちょっと内容とかは動画にできないんですけど、まあ、どんな感じだったかっていうのを、また終わった後に、僕の出来だったり、まあ、内容、ざっくりとした内容だったり、まあ、どんな感じのもんだったかっていうのを、また、お話ししていきたいと思います。で、このホテル、大浴場がついてたんで、撮ったんで、今は11時ぐらいなんですけど、お風呂入ってから寝て、明日に備えようと思います。明日終わったらすぐ帰るんで、ちょっと街とかは行けないと思うんですけど、まあしっかりトライアウト楽しんで、人生かけてやっていきたいと思います。はい。おやすみなさい。おはようございます。当日になりました。さっき朝ごはん食べてお風呂入ってきてチェックアウトなんですけど、トライアウトが13時からなんでちょっと時間あるんですけど、まあどっかで時間潰して、トライアウト行っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。お疲れ様です。トライアウト終わりました。今から岡山に帰りたいと思います。はい、今岡山に帰ってきました。で、まあ今日金沢のトライアウト受けに行ってたんですけど、まあ内容は前のトライアウトの動画でお伝えした通り、まあいろんな軽くメニューやって最後5対5ちょっとやって、で、まあ良かった選手がピックアップされるみたいな感じでした。いつも通りな感じですね。ランとかがちょっとなかったんで、いつもよりは、まあメニューの強度的にはそんなに高くはなかったんですけど、まあそんな感じ、最後ピックアップみたいな流れでした。で、まあ結果から言うと、最後20人ピックアップされたんですけど、まあそこ残れなかったんで、まあ可能性はほぼほぼというか、まあゼロだろうなっていう感じでした。はい。で、まあ、去年もトライアウトいくつか受けて、で、今年もいくつか受けたんですけど、やっぱり、まあ、コロナの影響だったりとか、まあ、アジア枠が増えたりとかの関係で、やっぱり、B リーグでプレーしてた選手とかも結構多く、ほんと多分20人、15人、20人ぐらいはいて、まあ、トライアウトの、なんかこう、難易度とか、もう上がってきてるんじゃないかなっていうのをすごく、実感しました。なんかどんどんこれからも、まあ大学生とかも入ってくるだろうし、まあ優秀な若い子もどんどん出てくるだろうし、まあ今プレイしてる人たちもどんどんあぶれていったりとかで、まあ狭き門になっていくんじゃないかなっていうのをすごく実感しました。はい。まあ僕自分自身のプレイとしては、やっぱりあんまりこう自分を前面に出せなかったなというか、まあトライアウトの
やっぱり難しいところなんですけど、まあ、ほとんどの人が自分自分になっちゃってボールあんまり回ってこなかったりとか、うん、まあ実際自分が調子良かったかって言われると全然最高のパフォーマンスできなかったんで、まあ、言い訳はできないんですけど、まあ、もうちょっとアグレッシブに攻めてもよかったのかなっていうところは結構ありました。まあ、毎回こう反省はするんですけど、やっぱりいざ行ってみるとなかなかこう自分の色を出すっていうのは難しいのかな。まあそれがチームにフィットするかどうかっていうのもありますし、まあその80人ぐらい今回いたんで、まあその自分のいいところ出せた時に一応見てもらえてるかっていうのも、まあ運とか、まあ常にこう出せるような実力をつける必要はあるんですけど、まあそういう ところがまだまだ足りなかったかなと思うんで、まあ自分の強みっていうのをもっと伸ばしていきたいなと思いますし、まあ本当にベースがまだまだ足りてないなって思ったんで、基礎的なところ、基本的なところを、もっと伸ばしていきたいなと思います。はい。で、今のところ今後のトライアウトの情報っていうのは、僕はまだ分かってないんで、まあ多分どこもリリース出てないんで、まあ今後あるかどうかわかんないんですけど、まあまずは今のチームで、まあこれからシーズンが始まるんで、まあその試合に向けてちょっとのプレータイム長くもらえるように今のチームでできることを、まあ自主練ももちろんですけど、チーム練習も始まってきてるんで、まあその中でやっぱり監督に認めてもらえるように頑張っていきたいなと思ってるんで、まあ、これからも継続して、まあ、今回こういうところをやっぱもっと伸ばさないとなって思ったところもあるんで、頑張って練習していきたいと思います。はい。今後もなんか練習の様子だったり、まあ、チーム練習はちょっと取れるかどうか分かんないというか、まあ、多分取れないんですけど、まあ、個人のワークアウトだったりとか、まあ、普段の生活とか皆さんにお届けしていきたいなと思ってるんで、これからも応援よろしくお願いします。はい。あ、で、今回トライアウトを受けに行って、YouTube 見てますって声かけてくれた選手が何人かいたんで、まあ、それで、話をして、リラックスできたりっていうところがちょこちょこあったんで、まあ、すごい良かったなと思いますし、まあ、見てくれてる選手の方、ありがとうございました。はい。じゃあ、今後も頑張っていきたいと思いますんで、引き続き応援よろしくお願いします。